こんにちは。皆さん、はじめまして、文部科学省の情報担当参事官をしております、国分と申します。よろしくお願いします。この4月から着任しまして、今、まさにこの大きな流れに今、動きがある分野に入ってきたわけですけれども、私の方から、冒頭にですね、ごくごく簡単に、文部科学省として今何をやっているか、そして、全体としてですね、オープンサイエンスについてどういう動きがあるか、こういったことについて、ちょっと簡単ではありますけれども、ご紹介したいと思います。まず、学術情報基盤オープンフォーラム2024の開催につきまして、皆さんお集まりいただいていることについて大変感謝申し上げるとともに、私も、お呼んでいただいたということで、大変、ありがたく思っているところでございます。で、まず最初、我々文部科学省の取り組みの前にですね、全体、オープンサイエンス、今どういう、そもそも皆さん ご存知の方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、どういう流れになってきているかというのは、もしかしたらおさらい的な話になってしまいますけれども、簡単にご紹介させていただきます。オープンサイエンスという、定義みたいなものですけれども、ICT の活用により、いわゆるオープン&クローズド戦略の下で研究成果の共有、公開を進めていき、研究を加速し、新たな知の創造などを促すという取り組みでございまして、オープンアクセスと、すると、研究データのオープン化と、こういったやり方で、それを進めていくというふうに考えられています。でまず、オープンアクセスの方を、研究論文のオープンにしていくという流れにつきましては、論文を誰でも自由に利活用できるようにしていくという流れですけれども、一方で、いわゆる寡占状態にある商業出版社、によってですね、学術誌が高騰をしていくという状況がございまして、これに対応していく必要があるというふうに考えています。その方法としては、大きく2つあって、グリーンオウェイということで、出版社の側のですね、論文の代替物を大学、出版社に載せる論文の代替物として、大学等の機関リポジトリに掲載していくという流れ。で、もしくはゴールドウェイということで、オープンアクセス、いわゆる、APC ですね。こちらを支払うことで、出版社の版の論文をオープンにしていくと、こういったやり方があると考えています。また、その研究データの方ですけれども、こちらは研究データを、同じように共有、公開していくということで、新たな科学的価値ですとか、イノベーションを生み出すという基盤づくりをしていくという取り組みになりますけれども、こういった基盤整備そのものと、それから、インセンティブをですね、そういう研究者の方々にそういうことをやっていただくというインセンティブを付与していくといった取り組みを我々の方でやっていく必要があるというふうに考えております。で、こういった流れにつきましては、その国際イニシアティブ等で、どんどん大きく進んでいるところで、こちら左下にありますように EU、G7、OECD、ユネスコ、それから、から始まり、また米国でも取り組みが進められているという状況の中で、昨年の5月ですね、G7 の科学技術大臣会合を日本の仙台で開かれた時にも、オープンサイエンスについて国際連携していくということが、共同声明という形で出されたところでございます。またこれを踏まえて、今年の2月にはですね、統合イノベーション戦略推進会議の中で、学術論文等の即日オープンアクセスの実現に向けた基本方針という形で、日本側の方針も取りまとまったという状況でございます。で、この中で文部科学省の取り組みといたしましては、こちら NII の方で進めていただいている研究データエコシステム構築事業というものがまず、ございます。詳細は後ほど NII の方からですね、ご説明あると伺っているので、私の方からの詳細説明を割愛させていただきますけれども、大きく左下にございますように、まず NII-RDC という形で研究データの基盤を作っていく、高度化していくということ。それから、研究データ基盤のその活用を促進するための二つ目として環境整備をしていく。このためのルールやガイドラインを整備していくということ。また、一番左下の三つ目ですけれども、今年度からは、今年度ですね、オープンアクセスの推進の状況について、国内外の状況について調査をするということも進めているところでございます。また、ちょっと順番逆になりますけれども、研究データの一方で、オープンアクセスそのものを加速させていくという事業も、昨年度の補正予算の100億円を活用して、今、まさに公募を行い、審査を行っている最中でございます。こちら、大学等のですね、研究成果の管理、利活用システムの開発などについて、支援を行っていくことで、
各大学の即時オープンアクセスに向けた体制整備を加速させていくという事業でございまして、こちら現在審査中ですので、またまとまり次第、なるべく早くですね、交付決定に向けて動かしていこうと思いますし、その際にはご紹介させていこうと思っております。あと最後ですけれども、もう一つ大きな動きとしては、令和5年、昨年1月のですね、審議のまとめという形ですけど、オープンサイエンス時代における大学図書館のあり方検討部会という形で審議してきた、まとめですけれども、デジタルライブラリーを構築していくと、2030年に向けて構築していくという検討が進められておりますので、これにつきましてもご紹介ですけれども、昨年度からも早速この検討会進められておりますので、こちらにつきましてもご協力等いただけたらというふうに思っているところでございます。もうごくごく簡単ではありますけれども、文部科学省としての図書、直近のですね、取り組み等についてご説明させていただきました。以上です。どうもありがとうございました。